はいどうも、キャッチミーの高雪です。というわけで今日もポケモンカード開封やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日はこちら25周年アニバーサリーコレクションボックスということで、今回はシュリンク付きのやつをね、開けていきたいと思います。まあ、唯一ね、シュリンク付きで渡されたボックスなんですけれども、やっぱりね、このご時世、カード手に入らへんということで、でもワンボックス開けただけじゃ、物足りないよね、ということで、もう未開封の状態やけれども、これは開けて、みんなと一緒に楽しもうじゃないかということで、シュリンク付きやけど自分で破いて開封していきたいなと思います。で、前回ねプロモカードパックの方からね、俺が狙いに狙っていたカードがねゲットできたということで、今回もねプロモカードの方はねすごく期待して待っておりますって感じやね。まあ、個人的にはお誕生日ピカチュウ、リザードン、ヒカルコイキング、デシラムかゼクロムみたいな感じがねめちゃくちゃ嬉しいねんけど、まあまあまあ本当に何が当たってもいい、まあ被らへんかったら何が当たってもいいということで、前回当たった4種類以外のやつをねゲットできたらいいなと思っております。じゃあまずは早速この25周年アニバーサリーコレクションボックスから開けていきましょう。いやー、もうねこのシーン見せてるかわからんけど、一応ねシリンクを破きましたと。もうこの時点でね未開封じゃなくなったということで、25周年ボックス未開封でもってなんか10年後とかやったらめちゃくちゃ話題になりそうやけどね。と悪いけどこれは開けるわ。もう目の前の欲求に逆らえへん。はい、もうねやっぱねこのクソね、開けた瞬間っていうのが気持ちいいのよ。俺はボックスが入りきてるんやでっていうのがね象徴やもんね、これが。さあ、というわけで今回も16パック開けていきたいなと思っております。まあプラスで4パックあるんで実質20パックかな。前回空を飛ぶピカチュウが出えへんかったんかな。なんか V が1枚出なかったんと V ユニオンが出てないので、ここをね狙っていきたいなと思ってるんですよね。マジで V ユニオンが欲しいな、個人的には。というわけで全部開封の準備できたので開けていきたいと思います。さあ、最初の1パック目何が出るんでしょうか。ちょっとねミュウの UR とかも狙っていきたいんやけれども、それはねちょっとよくよくしいかなと思ってるんで、まあ、ミュウの UR は当てれたらっていう感じかな。とりあえず持ってないカードが欲しいです。いきましょう。草エネルギー、ほうおう、ルナーラ、グラードン、パルキア。お、いきなりレリーフや。いいね。パルキアのレリーフは確か持ってなかったんで、これは嬉しいね。一応ね、こういうノーマルカードの枠って言ったらいいんかな。ノーマルカード枠、フチがレアカードの枠っていうやつは、全部ね、ワンボックスで手に入れることが全然できていたので、そこを考えると、マジで、集めやすいっちゃ集めやすいんかな。この2ボックス買ったらワンチャン全部揃うもんね。なので、ボックス自体はね、そんないっぱい買わんでいいんかなと思うんやけれども、やっぱプロのカードがね、25種類で欲しい。あー、ピカチュウ来た。かわいい。あ、V 枠やね。いきます。せーの。ほい。あ、ザマゼンタ V というわけでね、1枚目はザマゼンタでしたね。まあ、ザマゼンタもね、持ってはいるんやけれども、まだ1枚しか持ってないんでね。本当にね、V ポケモンは何が来ても嬉しいって感じよな。さあ、行きましょう。基本超エネルギー、イベルタル、ソルガレオ、リアルガ、ルギア。これはパラレルじゃないと。まあ、レリーフカードが確かね、前回ボックスで開けて4枚しか入ってなかったんで、まあ、4つの中で当てに行かないといけない。で、被りたくはない。基本鋼エネルギー。あ、博士の研究来た。で、ゼルネアス、デシラム、おー、ソルガレオの、これもレリーフ加工やね。これも持ってない、まだ。ありがたい。いや、こういうね、レリーフ加工は持ってないカードがね、最優先で出てきてくれると嬉しい。まあ、できれば、ノーマルのあのピカチュウ。これのね、レリーフが、とりあえず欲しいな。お、雷エネルギーや。期待します。コスモッグ、ミュウ、ピカチュウ、せーの、ほい。おー、空を飛ぶピカチュウ V 来たー。これはね、持ってないんですよ。VMAX は持ってたんですけど、この V の方がね、ワンボックスで出なかったので、こっち当たってよかった。これであと V ユニオンだけや。V ユニオンが揃えば、全種類一応揃うね。いやー、かわいいなー。空を飛ぶピカチュウ V。さあ、水エネルギー、博士の研究、あ、ミュウ、コスモウム、コスモッグと。めっちゃエスパーに愛されてたな。さあ次、基本塔エネルギー、おー、ゼクロム、イベルタル、おー、うわー、おー、博士の研究の SR。 もうこの時点でね、ミュウの UR が出ることはなくなったんですけど、まあまあまあしゃあないね。さあ次行きましょう。基本鋼エネルギー、レシラム、ピカチュウ、太陽が、ルナーラ。やっぱ一回ね見てるからね、サクサクいっちゃうよね。結構1回目のボックスの時にいろいろ話したもんね。可愛いとか、これこんな感じなんやとかね。
あ、ピカチュウ V! なんかさ、本当にこのピカチュウもさ、空を飛ぶピカチュウもそうやけどさ、可愛さ溢れすぎなんよな。これ人気出るで。普通に欲しいもんな、こういうの。まあ、25周年パックってだけでね、人気やと思うんやけれども、やっぱこんだけね、ピカチュウがバン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 出るボックスってなかなかないもんね。ゼクロム、パルキア、ゼルネアス。おお、鳳凰のレリーフめっちゃかっこいい。やばない。やっぱ伝説ポケモンって感じあるしさ、こういうなんか鳳凰とかルギアって昔からのポケモンで和のテイストがあるようなイメージがあるので、こういうレリーフ加工がめちゃくちゃ映えるね。これで3枚目かレリーフ。ただね、マジでまだ1枚も被ってないよね、レリーフも。だから本当に嬉しい、これは。さあ次行きましょう。雷エネルギー、博士の研究、鳳凰、ルギア、波乗りピカチュウ VMAX! かわいい。これはね、まあ一応 VMAX は2枚ともゲットしてたっていうのがあるんで、持ってはいるんですけれども、波乗りピカチュウ2枚目やね。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次が、はい、基本水エネルギー、ソルガレオ、ルギア、グラードン、ディアルガ。おー、本当に早くダイヤモンドパールしたいな。新しいやつ。さあ次、基本超エネルギー、ルナアーラ、ソルガレオ、レシラム、パルキア。え、これさ、残り3やねんけど、V ユニオン出ない説ある？え、V ユニオンって結構レア、まさか。え、普通に欲しいねんけど、V ユニオン。いきます。基本ワークエネ、わーいたーありがとうございます！ V ユニオンや！すげえ、こんな感じで入ってるんや。そっか、まあ、4枚、4枚1組やもんね。ちょっとずらすずらす。来たピカチュウ !V ユニオン、めっちゃ叫んでもうた。これさーとか言ってたら、来てくれるん嬉しいなー。 V ユニオン来たー。はい、とまあこんな感じでね、 V ユニオンがゲットできました。いや、嬉しい。どのピカチュウが一番好きやろう。俺ね、このピカチュウがね、個人的には結構好きで、なんかちょっとしょぼんってしてる、めっちゃ可愛くない？でもね、他にもね、やっぱいろいろね、いろんなイラストレーターさんが描いてるっていうのもあって、めっちゃ気になるんよね。このピカチュウはメスのピカチュウやね。尻尾がハートになってるし、このピカチュウも可愛い。あ、でこのピカチュウ好きやわ。なんかネズミやけど、猫とか犬とかがやってそうなポーズ。いやー、いいなー。ピカチュウ V ユニオン来てくれました。よかった。2ボックス買ったらやっぱり当たるね。いやー、嬉しい。これはね、ちょっと俺4枚のファイリングのところがあるんで、そこの V ユニオン枠に入れておきたいなと思います。いやー、残り2パック何が当たるのか、ちょっと最後見ていきましょう。炎エネルギー、ゼルネアス、コスモッグ、ディアルガ、ザシアン V、 ありがとうございます。いや、ザシアン V はね、マジでね、4枚欲しいからね、こういうところで2枚ゲットできたのが嬉しい。で、ラスト、草エネルギー、ミュウ、コスモッグ、ホウオウ、うわ、ゼルネアスのレリーフ。これも持ってないカードなんで、OK でーす。いやー、よかったー。というわけで、まあ今回ボックスの方はね、 V ユニオンが当たりましたね。まだここからラスト、このプロモカード4パックもあるんで、こっちも開けていきましょう。いやー、楽しみやなー。こっちは何が入ってるんやろ。いや、本当に俺はお誕生日ピカチュウが一番欲しいかもしれない、今は。で、まあ時点ヒカルコイキングとか、ベシゼクとか、リザードンとか。まあ、リザードンはね、前回も言ったけど、そこまでめっちゃ欲しいってわけじゃないよな。ただ、当たれば嬉しいって感じ。いきます。せーの。ほい。おお、ミュウツー EX。かっこいい。めっちゃかっこいいやん。ちょっと情報がそこまで覚えてなかったんけれども、こんなカードもあるんやね。ミュウツー EX かっこいいな。このね、シャドーボールか波動弾かなんかしてる感じがすごくかっこいい。普通に持ってないカードやからね。これはありやね。よっしゃよっしゃ。まあ、1枚目被らずということで。本当にここからはね、被らないっていうことがね、一番なんで。何が当たってくれてもいいんやけれども、被らへんことだけを重要していきたい。さあ次、2パック目、いきます。せーの。ほい！ロケット団の幹部。ヘルシアンがめっちゃ可愛い。幹部になでなでされてる。お互いのプレイヤーはそれぞれ自分の手札を山札に戻し、その山札を切る。その後、それぞれ自分の山札から自分のサイドの枚数分までカードを引く。あー、マリー&リセットスタンプみたいな感じかな。相手のサイドが少なくて自分のサイドが多かった時とかに使えるっていうカードかな。まあ、この雰囲気やと結構昔のカードやな。ちょっとあんま分からへんけど、ほんまに俺もね、ポケモンカード始めた。最近っちゃ最近なんで、強かったんかな、やっぱ。さあ次、3パック目、いきます。せーの。ほい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 やばマジ？リザードン来ちゃうマジか、マジか。今日やばいな、引き。てか、このボックス
と引きがやばい。リザードンのプロモカード当たりました。これ一応トップレアよね確か。いや嬉しい、マジか。リザードンは一応当たればいい、嬉しいなくらいで言ってたんやけど、まさかの来た、やばい。あとは、あとほんまに欲しいって言ってるカードは、光る恋キングと、お誕生日ピカチュウと、レシゼクのどっちかって言ってるんで、まあレシゼクはね、1枚持ったらもう1枚も欲しいねんけど、だから、光る恋キングかお誕生日ピカチュウ、お願いしまーす。せーの、ほい、ガブリアス。まあ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 、これもかっこいいよね。シロナさんが入って、シロナのガブリアスですよっていう感じやもんね。いやーでも本当に良かった。ミュウツーもかっこいいし、やっぱね、こういうプロモカードっていうところはね、俺、ポケモンがね、欲しいじゃ欲しいので、ミュウツー、リザードン、ガブリアス当たったのは嬉しいし、このロケット団のカンプも地味にね、このペルシアンが可愛いので、全然ありやなと思います。というわけでまあ今回は V 枠とかはね、こんな感じで軽く見ていってもらったらいいんですけれども、まあやっぱり博士の研究でしたね。なかなかミュウの UR っていうのは当たらへんのかなっていう感じやね。で今回はね、VMAX が1枚しか出なかったっていうのもあって、だから VMAX が2枚出たら V ユニオンは出えへんっていう感じにはなってるんかなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画も。というわけでね、まあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。